ファサードパラッツォ、ブランカッチョ、ブランカッチョ宮殿は、イタリア共和国ローマに現存するパラッツォである。現在は、イベント用施設として、また、施設の一部は、国立オリエント博物館として使用されている。エスクイリーノの丘北東部に位置し、近隣の駅は、ローマ地下鉄 A 線、ビットリオエマヌエール駅、または、ローマ地下鉄 B 線、カブール駅。 パラッツォ自体は1880年から1885年にかけて建設された。サルバトーレブランカッチョとその妻でメアリーの依頼によったもので、ローマ貴族の最後の宮殿とも評される。内部の装飾はフランチェスコ街が担当した。1953年の映画、ローマの休日の序盤で登場人物のアン王女が滞在する大使館内部の物体として、 エッケンやバルコニーズ体に脱走するシーンなどで使用された。1969年に宮殿は一般公開され、2011年現在はローマパーティー社が所有している。パーティーなどのイベント用施設に転用されており、コカ・コーラ、メルセデス・ベンツ、クリスチャン・ディオールといった顧客を得ているという、一般の人々の結婚式に使用されることもある。 各部屋の広さはまちまちであるが、広い部屋では200平方メートルを超えるものも存在し、それぞれ彫刻、絵画やタペストリーで彩られている。敷地内には庭、噴水、池などがあり、国立オリエント博物館も併設されている。博物館は1957年に設立され、翌年に一般公開された。中東やインドをはじめ、 日本を含む極東までの範囲の遺物を収蔵している。ありがとうございます。